はい3259回始めます、8月25日、日曜日入ったところですね、ちょっと頑張りますよ、出足が遅れたんで、もう3時42分ですね、はい、うんあと5本、少なくとも行きたいな、はい。ということで、フジテレビからですね、殺人、強盗などけん検挙された来日外国人が2008年以降最多にということでね、殺人、強盗、凶悪犯ね、これ、あの、の外国人。 外国人犯罪増えててますすっこことですねこれ、うん、殺人とか不同意わいせつ詐欺などの認知件数も増加っていうことで警察庁、うんえー、殺人や強盗などで検挙された来日外国人、ね、来日外国人が2024年1月から7月までの間に464人に上り2008年以降で最も多かったことが分かったということで2008年以降。 最も多いと殺人や強盗などで検挙された人殺人や強盗などで検挙された来日外国人が1月から 7, 7月までの7か月間で464人ですよ外国人470470違う464人7か月でいや警察庁によると 2024年1月から7月までの間に殺人強盗など重要犯罪で検挙されたね来日外国人464人に上り2008年以降で最も多いことが分かったとうん重要犯罪の認知件数は全国で8,255件に上りうん前の年の同じ時期より約2,000件増えましたっていうことでこれはあれか8,255件っていうのはまあ外国人関係なくか。 殺人や強盗などねあの重要犯罪殺人強盗などの重要犯罪は前の年より2,000件増えたとうんいうことですね1月から7月でまた不同意わいせつなどの性犯罪の認知件数も前の年から5,000件以上増えてるとうん不同意わいせつ性犯罪の認知件数は9,969件うん あと詐欺などの知,知能犯も増えて3万5155件に上ってますっていうことでまあ犯罪自体かなり増えてるんだけどあの前の年よりねうんこの来日外国人の犯罪もまあ急増だよねこれうん2008年以降最も多いんだからっていうことで ことさらら、まあ、犯罪自体増増ええててるるから日本で詐欺も増えてるね私のチャンネルでもよ,よくやってるけどあと殺人強盗なんかもやっぱり増えてるっていうのあるよね、うんうんまあ、全部増えてるよこれ殺人強盗あと不同意わいせつなど性犯罪なんかも増えてるっていうことで、まあ、コロナ明けっていうこともあると思うけど、うんあのー、社会が動き出してね、うん、あの前年に比べてってなってるんでね増えてるっていうのはあるんだけど このやっぱり気になるのがね、あの昨日喋ったのでもフィリピン人、あのフィリピン国籍の35歳の派遣社員の男がスタンガン持ってね、路上で女の人にスタンガン突きつけて、ね、わいせつ行為に及ぼうとしたと、幸い女の人が大声上げてねあの、犯人すぐ逃げたみたいだけど、うんまあ、その後逮捕されたみたいだけどね、フィリピン人。こうやって外国人の性犯罪とか、このチャンネルやってるだけでもあからさまに増えてるよ、うん、あからさまに増えてる。 うん、これはねひとえにやっぱり来日外国人あのいわゆるインバウンドの人たちがあの旅行中に犯罪を犯すっていうのもあるし、ね、一度来たに人が2、まあ、度3度って来て、まあ、そのうち学生で来るとかね、うん、日本で働きだすとかねそのうち、うん、日本気に入ったってことでそんで住み着いて犯罪を犯すとか。 ね、まあいろいろあるよ移民みたいなあの川口のクルド人みたいな感じで最初一人で来て家族どんどん連れてきてみたいなのもあるしうんあとまあいろんなパターンあるけどとにかく外国人の数自体が増えてきてそれに伴って犯罪も増えてきてうんあのっていうのは間違いないよね。で犯罪発生率もやっぱ、うん 犯罪を起こす率っていうのかな、うん、これも日本人の平均に比べたらべらぼに高いですよ外国人これこんなにこれから今のペースでどん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 増やしてっていいのって思うよ、うん、将来のね日本の労働力不足人手不足を補うんだなんて言ってるけどでこういう人たちも必ず年老いていくわけでさ、うん、そうなってるくるとあの介護問題とかねあの将来の年金問題とかも出てくるわけで。 ね、おそらくこういうが外国の人あの低賃金労働で働くわけだから日本に住み着いたってあの貯金なんかしないからねあのことは将来社会保障でなんとかね食わせていくしかなくなるわけで、ね、そういう人たちを増やしててどうすんのって感じだけどね私に言わせるとアメリカみたいに例えばロサンゼルスのスキットローチクとかねあのもう本当にフェンタニル使いまくってもうゾンビみたいになってる あの麻薬中毒者だらけの地区とかあるよねうんロサンゼルスにもあとサンフランシスコとかもそういうサクラメント周辺とかでもあるよねこの地区は危ないとか、うん、シカゴだってあるよもう全米各地にあるよそういう危ないゾーン日本もそうなるよそのうち、うん、アメリカまでには行かないまでもで金持ちはこの地区にねあのもうね周辺、ね、な何千平方メートル もう柵で囲ってみたいな金持ちはここに住むみたいな地区作っちゃったりなんかして、うん、で貧乏人はこの地区で住めみたいなねでホームレスはここに住めみたいな感じになっちゃってもう本当にもうそれこそあの国の中でももう分断社会格差社会あからさまになって、うん、例えば埼玉県の中でもこの地区は安全だけどこの地区は危険とかねそういうところが至るところにできちゃってっていう。 今の日本っていうのはさ田舎でも都会でもどこでもコンビニはどこでもあるしスーパーもどこでもあるしねあのどこでも日本中車で行きかってあのほぼほぼ同じような安全性が担保されててっていうあの日本の強みをねそれをなくすようなね今の多文化共生っていうの多様性の時代を求めるっていうの多様性社会を求めるっていうの。 私はおかしいと思うけどね明らかに、うん、ねえさっきの刑務所の中の将軍の話もそうだけど、うん、なんだか普通に真面目にね、あのー、働いてる人もどん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 息苦しくなってくっていうか生きづらくなっていくっていうかね、うん、世の中にしてるような感じがして。 この外国人にに関してははあからさまに私はねもう結果出てるじゃんスウェーデンとか見てよドーチとか見てよっていう話よああなるんだから間違いなく100%、うん、なんで同じ鉄を踏もうとすんのっていう <laughs> 間違った道を行こうとすんのっていう、うん、もうどうかしてるよね本当にはいということであのうんあえて分断社会作ろうとしてんだからうん。 ね。はい、ここはね、あのー。インドインド人街、はい、ここは。ね、あのー、ネパール人街、はい、ここはクルド人街みたいなの、あえて作ろうとしてるよね。うん、はい、ここ韓国人街とかさ。本当に。なんでそんなことやるかなっていう。っていうことです。ね、外国人犯罪増えまくってますよっていうことね。はい。ね、殺人強盗など。ね。 検挙された来日外国人、2024年1月から7ヶ月の7ヶ月間の間だけで、ね検挙されたね重要犯罪で検挙された外国人464人に上るということで、ね2008年以降も過去最高っていうこと載ってます。終わりたいと思います。チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。